スネルがジャイアンツと契約合意、2年6200万ドル92億円ついにスネルの移籍先が決まる、パドレスから同地区のジャイアンツへ、ジャイアンツか、西地区が熱い、みんな打倒ドジャースやん、ドジャースとも同リーグ、NL 西地区、本当激戦区になるなこや、メジャーの年俸の凄さよ、空振りまくってたジャイアンツの FA 補強、やっと実ったんだ、メルビン監督と一緒にパドレスの敵になるのか、スネルほど成績の振れ幅がでかいガチャな先発投手はいないと思う。ジャイアンツの補強、バクチ要素多いな。大谷の影響で試合結構見れそうだし楽しみ。エンゼルスやらアストロズと噂されてて結局ジャイアンツなんかい。今年の成績が全く読めないスネルとはいえまあまあのお買い得契約で草。ジャイアンツのドジャースに負けないよくエグいな。SF の先発ローテもまたエグいな。ウェブとの2枚看板は強い。ジャイアンツ、逃し続けてきた大物をようやく手に入れたんや。にしても時間かかったな。ボラス負けまくってて草。エンゼルスじゃなかったんかい、また大物 FA 点一人逃してるやん。エンゼルス今回の補強ほぼなしでは。トラウトに気が心配や。大谷翔平に続いてスネルにまで振られたトラウトさんが心配である。エンゼルスが大谷の代役にスネルとマルティネス取ったら完璧だとかいう記事見たのにな。スネルは連続で規定行ったことないからそこが懸念点でもあるよな。ジャイアンツにとっては確かにいい補強だとは思うけど、安定度の割には金が高かった感じかな。これで去年のナリーグサイヤング賞1位2位がいるぞ。スネルはモレノに打ってつけだと思ったのにな。中央で金銭的に安いし年数短いし。かつて輝きを放った選手が不良再建化するの普通に見てて悲しいから、スネルはじめ多くのボラス物件の選手たちも頑張ってほしい。ジャイアンツは大谷獲得できなかった資金を補強に回してるな。エンゼルスはスネル取らなくて大正解。オプトアウトで出ていく気満々の選手に、ドラフト権利剥奪されてまで獲得するほど今年はオールインしてない。